はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。中国の習近平政権ね、かなりゴタ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 してます。ナンバー2、形の上ではナンバー2の李強さんという方がいるんですけど、元の上海市長なんですけど、これがですね、いまいちその最近影が薄いんですね。で、本来経済が担当なんですけども、その経済政策もですね、習近平が自分で出て行ってやってるというところがありましてですね、どうしてんやろう、失脚するんちゃうかぐらいのこと言われてるんですね。で、今ここ2、3ヶ月よく報道されるのが、このナンバー5の蔡奇氏ですね。ブルームバーグ、中国ナンバー5の蔡奇氏、習氏が異例の徴用、今や政権の要かというの、これは昨日の15時12分に出たブルームバーグの記事です。中国共産党の習近平総書記が昨年11月に訪米し、カリフォルニア州でバイデン米大統領と会談した際、習氏の右側に座っていたのが蔡奇氏。蔡氏は中国で最も影響力のある政治家の一人として静かに頭角を現している。党序列5位の蔡奇氏は異例の影響力を得ている。7人からなる党中央政治局常務委員会の一員であるだけでなく、習氏の補佐役となる党中央弁公庁主任にも就任。毛沢東初代国家主席の時代以後、この2つの要職を兼任するのは、蔡奇氏が初めてだと。2つの肩書きは蔡奇氏に別の特権も与えた。10年余り前に中国の最高指導者となった習氏の正式な外国訪問に同行した政治局常務委員は蔡氏だけだって、いわゆるチャイナセブンの中ではこの蔡氏だけが同行していると。中国の最高意思決定機関である政治局常務委員のメンバーは一般的に自身の職務に専念するため、中国トップの外遊には同行しない。2023年に世界で行われた最重要会合のいくつかに蔡氏は参加。習氏が世界にの経済大国に投資を呼び込む機会にしたいと考えていたとされる米中首脳会談に加え、ロシアのプーチン大統領や南アフリカ共和国のラーマ・ポーザ大統領に習氏が会った際も同席したと。習氏が1980年代に福建省で働いていた時の部下が蔡氏だ。二人は浙江省でも経歴が重なり、習氏は国家安全保障の世界に旧知の蔡氏を深く聞き込んだ。国家安全は習氏にとっての最優先課題だとみなされることが多いと。まあ、うにゃうにゃうにゃと書いてありますね。ただこの蔡さんという方がどういう人かっていうのはいまいちよくわからないんですね。地方でですね、習さんと一緒に仕事をしてきたということだけでですね、外交経験もなければですね、なんて言いますかね、外国にこう駐在していたこともないわけでして、それがいきなり安全保障に関わってるわけです。おそらく軍歴もないんだと思います。ただ多分きっとですね、そのいわゆる茶坊主なんですよ。いわゆる習さんがそばに置いておいてですね、何かとこう話をする相手としてはですね、最適というポジションにあるんでしょうね。でそれをですね、徴用しているということでして、どこまで何を担当しているのかってよう分かりません。でも序列はナンバー5なわけですね。何やろうなという感じはします。ナンバー5です。ナンバー5はナンバー5なんですよ。ナンバー2は立教なんですね。最近立教の名前聞かない、んですよ。なんでよう分からんなという感じではあります。ただですね、こうやっぱり習さん3期目を決めたのが2022年の10月なんですけど、
すでにですね、その国防大臣と外務大臣をですね、更迭してるんですね。国防大臣とか外務大臣というのはですね、このチャイナセブンに入っていません。大体20番前後の序列になるんですけど、ただその2人ともね、習近平が引き上げてるんですよ。抜擢してるんですね。でやっぱり自分の経歴の中の部下の一人なんですね。で自分で引き上げといて自分で引きずり下ろしてるわけですね。で普通ね、日本の場合やったらね、岸さんがですね、大臣にした人間がですね、なんかやらかしたりやらかしていたらですね、任命責任とかって言われますよね、日本の場合は。で国会でいじめられますよね。で習近平さんはそういうことがないわけですね。まあもちろん僕らが知らんところでですね、やいのやいのって言われてるかもしれませんよ。なので中国には怖いですね、うるさい長老というのがありまして、これが1年に1回ですね、北戴河というところに集まってですね、会議をするわけですよ。その時にですね、習近平はですね、報告義務みたいなのがあるわけですよ。でその北戴河会議のですね、長老たちのご意向をですね、こう拝聴しなければいけないわけですよ。で去年もそんなことがあったそうですけど、かなりきつめのですね、お前もそのこれ以上乱すなみたいなですね、そういうことをですね、90ぐらいのじいさんたちから言われたらしいんですね。それでなんかピリピリ言ってるところはあるんでしょうけども、つまり僕らから見ると独裁、むちゃくちゃな独裁権力を振るってるように見えて、実はですね、そうでもないところがあるんですね。だからですね、ちょっとですね、危うい感じはします。それでですね、最近の動きではですね、ロケット軍というものがありまして、これはですね、習近平が肝煎りで作った新しい軍なんですね。陸海空の他にロケット軍というのを作ったわけです。そのロケット軍でですね、こう不祥事が頻発しまして、まあ、簡単にミサイルがきちんと飛ばないという事件があってですね、そのですね、トップをですね、全部すげ替えてるわけですね。これもですね、習近平さんにとってのですね、まあ責任ですよね。彼が作った軍が腐敗 していたということでしてですね、まあ突っ込みどころ満載なわけですね。任命責任もあればですね、自分の仕事の失敗もあって、でなおかつ一番今でかいのはやっぱり経済ですね。経済が全然うまくいっていなくってですね、巷には失業者があふれていてですね、給料もらえない労働者がいっぱいいてですね、預金を払い戻せない人々がいっぱいいてですね、全然待ってへんやんということもですね、やっぱし、長老たちからするとですね、あいつあかんなという材料にされてるはずでして、まあ、ただその長老たちとですね、習近平さんのですね、力関係がどっちがどれくらいなのかっていうのは、いまいち私にはよう分かりませんし、これは多分世界の誰もよう分かっていないと思います。なんでですね、習近平がある日突然引きずり下ろされるなんてことはですね、ないことはないと思いますよ。今後ないことはないんですけどもですね、可能性は薄いでしょうけどね。ただ足元でですね、どん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 おかしくなっていってるのは事実であって、李強でなくてですね、この蔡奇という人ですね、使ってるのは別に、どうでもいい話なんですよ、基本的には。基本的にはどうでもいい話なんですけどですね、これもやっぱしね、自らナンバー2にした李強がですね、まあ、習近平の意にかなっていなかったと。いうことで、お前人事下手やんけというふうに、今の中国国内ではですね、見なされてるんちゃうかなと、なんかそんな気がしますね。よろしくなさそうな、習近平にとってはですね、よろしくなさそうな空気がですね、蔓延してきて、やっぱりあのおっさんあかんでというふうなことになる可能性が徐々に高まってきているような気がします。で今後はこの蔡奇という人はですね、一体まあどういう人なのかってよう分からへんやんと、よう分かりませんね。ナンバー5なんですけど、地方のですね、官僚の
履歴しかない方であって、ただひたすら習近平のお気に入りというだけの今情報しかないわけでして、まあそうなる。でもね、本来のナンバー2である李強さんが今ないがしろにされてるわけでしょ。なんかやっぱり中国の指導部って危ういものを感じますね。はい、ということで、一応このブルームバーグのですね、アドレスを貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。